月曜日、キくんということで、あの、私、もう、すごく嬉しいことがありました。というかもう、もう本当に顔がほてってしまう。<laughs> もうすごいもう、本当にメロメロというか、トロトロになってしまう。あの、先日、 大阪メロディーという NHK さんの歌番組に出演させていただいたときになんと私の大好きな佐田雅志さんとお会いすることができましたもう本当に嬉しいそれであのお会いできただけじゃなくてですねその後にお話もさせていただけたんです で、それは、NHK さんのツイッターの方で、なんかその,大の、大阪メロディーの配信、大阪メロディーの放送を NHK さんの、なんか、あれで見れるので、それの告知動画みたいな感じで、渋谷さんが佐田正史さんのこと大好きって言われてたので、よかったらお二人で撮っていただけませんかというお話をいただいて、なんと放送後に、 二人でお話しさせていただきました。そしてですね、あの、本当、こんなこと、誰が想像しましたかもう誰もきっと、想像なんて、できしたこと、できっこないようなことが起こったんですけど、なんと、さだまさしさんと、グータッチさせていただいたんです、私。 グータッチですよ。サダさんから。<laughs> こ、皆さんサダさんとグータッチしたことないでしょう。あれ私から言うと、グータッチってゴンっていうイメージだったんですけど、ふわんってしたんです。もう本当に柔らかいサダさんのお手でで、ね、ふわんってなって、もう本当に嬉しくて。で、私がなんでこんなに、あの、好きなんだと言いますと、 家族でドライブに行くときに、いつもお母さんが、あの、CD 担当だったんですよ。曲、みんなで聴く CD 担当で。ほんで、それでお母さんが、あの、さだまさしさんってね、いう歌詞がおって、ほんで、雨宿りっていう曲があんねんけど、で、この曲は、なんか、すごい、ほんまに、なんか、純粋な可愛らしい恋の歌で、なんか、聴いてたら、すごい、 物語のように楽しいから、なんか歌詞を考えながらちょっと聴いてみて、じゃあ行くよ、雨宿りって言って曲を流してくれるんですよ。で、それで小学校の私はそれを聴いてから、あ、そんな曲なんやと思って歌詞をこういうくり聞きながら、なんか想像していくと、もうほんまに可愛くて、なんて言うんですかね。なんか、あの、まっすぐな、 一生懸命な男性に普通ならちょっとダサいと思われるようなおちょこちょいな男性かもしれないけどその人の良さというかその人の一生懸命さの可愛らしさとかをすごく感じてなんかあなんかこんな人素敵やなとかってこう思えたりとかなんかその男性感みたいなのもそういうさださんの曲で なんか教わったみたいなところもあったりとかして、あと歌詞の、あの、ワードがもう全部めっちゃ可愛らしくて、なんか、靴下に穴がポカリンとか、ポカリンっていう言葉もめっちゃ可愛いなって思ったし、あの、教えてちょうだいませませとか、 してくださいませませとか、なんかそのワードチョイスみたいなのが、もうその時代の小学校の自分にすごく刺さって、なんかそういう曲とかをいっぱい聴いていっての今の自分が私はすごくあると思って。なので、さださんにすごく影響されて今の自分の言葉遣いとか、なんか考え方みたいなのがあって、 男性間で言ったら、あの、関白宣言の、なんか、1と2みたいな何とかもあったりとかするんですけど、なんかそれとかも、なんか最初はめちゃくちゃ、あの、かっこいいことを言って、お前は俺についてこいみたいな感じで、かっこいいお父さんなんですけど、も二2番になると夫婦生活がなって子供とかも生まれて、で、そのお父さんの、なんか気持ちが全部、 なんか書いてあるんですけど、なんかそれとかも、なんか最初に言ってたのと2番はもうなんか全然違うような現状になってて、なんかそういう面白さとかって、ほんまに映画のワンツーみたいな <laughs> 感じの楽しさがあって。で、なんかそういうサダさんって、なんか、うかっ、うん、かっこいい人を、 歌うっていうよりも、なんかそういうちょっとなさ、なんか情けなかったりとか、なんか一生懸命な人とか、なんかそういう人の、なんか裏側を歌ってくれるみたいな、<laughs> なので、私はなんか、そういうのを聞いて、ああ、なんか、そういう人って素敵だなって思えて、私のなんか、 タイプの男性とかも、なんか変にめっちゃカッコつけて、女性に、女性のリードが上手やったりとか、なんか、女性の喜ばし方をめっちゃ知ってる人とかっていう人よりも、なんかほんまにも、例えばもう柔道一筋とか、野球とか、なんか、なんか一生懸命何かを頑張ってる人で、なんか、その、恋愛とかになっても上手には、 なんかできたりとかはしなくても一生懸命はなんかその人のことを考えて思った気持ちのこもったプレゼントとかなんかそういうなんかとにかく全力でなんか一生懸命まっすぐな人っていうのに惹かれるようになったりとかしましただからそれは本当にさださださんのおかげだなっていうかそれがいい悪いとかはあれなんですけどあと あの、償いっていう曲とかもあって、これはすごい犯罪を犯した少年の子が全然、うん、なんかあ、裁判、裁判があって、で、すごい犯罪を犯した少年の子が全然反省してないみたいなのを見て、裁判官の人がこの曲を一回聴いてみなさいって言って、さださんの償いという曲を流されたっていう話が、 あったってお母さんに聞いたんですけど、なので、その曲を聴いてください。さだまさして、償いって言ってお母さんがその曲を流してくれたんですよ。<laughs> でそれ聞いた時に、なんか本当に、なんか曲終わりに、もう窓、車の窓見ながらなんか泣いちゃって、本当に一生懸命、こう、償ぐぐってて、その、 その犯罪を犯してしまった、あの、曲の中で出てくる男性の方の気持ちとか、あと、その、なんか加害者の奥様の気持ちとか、なんかいろんな人の、こう、それぞれの気持ちがあって、なんかそういうのを考えると本当に泣けてしまって、なんか、考えさせられる曲 っていうのもたくさんあって私はすごく佐賀さんの曲は人生勉強になるなと思って大好きですあのもう長いあともう一曲好きな曲があるんですけど一人占いっていう曲なんですけどでその曲はこう主人公の女の人が今日はみんなが私にすごく冷たいって言って なんか何しても全然楽しくないし、彼と一緒にカフェに行って、ケーキと飲み物飲んでこう食べててもなんか彼はすごく冷たくて、もうその、すぐに帰ってしまったみたいなのを言ってるんですけど、で、その後に、あの、行きつけのバーに行ったら、そのバーの店主さんに、 それは人が周りが変わったんじゃなくてあなたが変わったんじゃないって言われたっていう話があってでなんかわそういう状況って確かになんかあるなと思って自分は何なのみんな。 なんか今日こんななん,かなんで冷たいんやろうって思う時とかってたまにあるんですけどそれって周りは全く変わってなくて自分が勝手にそうやって思ってしまったりとか自分自身の何かが変わってたんだ変わってたなって自分私も気づくことがあってでそれが一番の歌詞なんですけど二番になったらそれが彼目線になっててでなんか今日はその彼女の顔色がちょっと暗い 暗くて元気がなさそうだって。でも、その彼女はいつもと違うけど、変わらないのはその喫茶店で食べるケーキと、なんか飲み物だけはいつもと変わらないね、みたいな話があるんですけど、なんかそこも繋がってくるっていうか、なんか、彼女視点と彼女を周りから見た視点みたいなのが歌詞の中で、歌の中で、一曲の中で入ってて、 なんか本当になんかその曲を聴くだけで自分の人生の発見にもなるっていうなんかすごい素敵な曲だなっていうふうに思いました気持ちが落ち込んだりとかなんかうーんってなるときはその曲聴いてなんかちょっとハッとするようになったりとかしてますはいそんなさださんとお話しさせていただいて でも、大好きですっていうことを伝えたら、わあ、もうありがとうって言ってくださって、で、本当にもう体だけは気をつけて元気で頑張ってねって言って、で、お母さんにもよろしくお伝えくださいねって言って、もう最後もずっとありがとう、なんか体に気をつけてってもう全部、もう私の体を気遣っての優しいお言葉ばっかりかけてくださって、 本当にこんなに優しくて温かい歌詞を書かれるサダさんはやっぱり歌詞通り素敵な方なんだなと思ってなんかすごくお会いできて本当に嬉しい一日でしたそして終わってからですねなんとこのあ、サダーメという <laughs> <laughs> あ、サダーメ ちゃんとコラボしたサダさんのね、アメちゃんもいただいたんですよ。これもちょっとユニークで面白くて、歌、声、トークにっていうので、注意盛り上がりすぎて痛めた喉にとかっていう、なんか、このちょっとなんか面白い感じもなんかサダさんっぽいなと思って嬉しくて。で、これをいただいても私はもうめっちゃ嬉しくて、大事に持って帰って楽屋に帰ったら、 なんかスタッフさんがまた来てくださって、あの、さださんからこれあの、お母様にもっていうことでって、お母さんの分もわざわざ持って、あの、届けてくださって、本当に家帰って、お母さんに言ったらめちゃくちゃ喜んでました。ほんで、すぐにね、このめくり、ベリベリベリって剥がして食べてました。<laughs> お母さん。私はね、ちょっとね、まだ、まだちょっと剥がせてないんですよね。なんか嬉しくて。 でもせっかくのねで食べた方がいいですよね、きっと。今食べない今食べます確かに。歌、まあ、ちょっとトーク歌声トークにっていうことでトーク結構したんで。食べます。わーおほんとね、これをいただいた夜になんか、もしこのまま寝て、この朝だめが カバの中に入ってなかったら、あ、夢だったんだなって思,う思ったんです。あの、<laughs> あ、やっぱりなんか夢みたいな一日だなって思ったんですけど、これがもし本当になくなってたとしたら、やっぱり夢だったんだなって思って、夢でもおかしくないなと思ったんですけど、ちゃんとありました。なので夢じゃなかったです。わ、出たこうやってなってるやつ、おばあちゃんとか <laughs> よくくれたアメちゃんのやつ。こうやって。 めっちゃ白い。え、なんか宝石みたいになってる。宝石みたい。おいしい。シュガーレスですね。カリン。うーん。美いしい。ピュッとしますね。確かにこれなら。 喉が潤うでしょう。いい声で歌ます。はい、いい声で歌います。出<ー>た。それでは聴いてください。朝田飴さん。あーさだーめのなめたらさ。 噛む人もいれば噛む人もいるアちゃんはそれぞれの食べ方でも喉が潤う,うことが一番みんなで舐めよう朝だ雨明日も舐めよう朝だ雨友達にも一ついるってあげよう そしたら仲間が増える朝だめ。これをみんなに渡せば、みんな日本中喉うるうる。日本が喉うるうるになったら、アメリカの人も、わーいなんでうるうるなんですか朝だめっていうのがあるんだよ。一個食べてみて。うん、わお、デリシャワーっていうことで、 全世界に広まって、みんなが喉を潤るこれが一番。世界平和です。一個どうぞ